サクラメントバレーはアメリカ合衆国カリフォルニア州のセントラルバレー北部でありサンホアキンサクラメントデルタの北に位置しているその領域は10の軍の全部あるいは一部にまた上がっているサクラメント側とその支流がサクラメントバレーの地理で支配的な要素である西の北部海岸山脈北の室級山脈および東のシエラネバダ山脈と 様々な山岳部に向かって高度を上げており、それがこのバレエの形状を定義している。これら山脈から流れ出る水が農業、工業、生活用水及びレクリエーション用に供されている。川の大半は多くのダムでせき止められ、多様な用途に使われている。サクラメントバレーにあるサッタービュートサクラメントバレーの地形は主に 海岸山脈の雨影から東のシエラネーバダ山脈に向かうにつれて反茂するようになる平坦な草原である。考えを施す以前の状態は植生には向かない砂漠であったサンホワキンバレーとは異なり、いくらか乾燥度合いの弱いサクラメントバレーはヨーロッパ人の開拓者が訪れる以前はかなりの広さの森林だった。森林の大半は カリフォルニアゴールドラッシュとそれに続く白人の開拓の波が訪れた時代に切り倒されてしまった。ただし、サクラメント第一市圏のように現在でも、いくらか樹林が残っている地域がある。北側の手浜郡、コーニングの南からその北、シャスタ郡のシャスタレイクシティのあたりは、山岳部の麓丘陵部になっている。これらは、バレーヒルズと呼ばれ、コーニングに近いて、 浜郡とグレン郡の軍境にあるローリングヒルズカジノの南で始まっている。レッドブラフやコーニングにもいくつかの丘陵がある。シャスタ郡のコットンウッドとレッドブラフの間はコットンウッドヒルズと呼ばれる一つの大きな丘陵のつながりになっており、コットンウッドとアンダーソンの間にはコットンウッドリッチがある。シャスタ郡のレディングにはいくつかの丘陵があり、レッドブラフにはさらに多く、 レディングから先は主に丘陵部である。サクラメントバレーの一つの地理的特徴あるものは、サッタービュートである。世界最小の山脈というあだ名もあり、かつての火山の名残が連なり、サクラメント市から北に44マイル、湯橋地のすぐ郊外にある。柑橘類と喧嘩類の果樹園及び牛の牧場が、セントラルバレーのどちらでも見られるものである。 サクラメントバレーの農業生産物は南にあるサンホアキンバレーのそれに類似している。アーモンドやクルミのような喧嘩類はデルタより北では特に重要であり乾燥したサンホアキンバレーでは生育できない米も主要産品である。コーニングの町ではオイルを抽出するため及び果物として消費するためのオリーブを産している。サンスウィートグロアーズ社の本社がユバシティにある。 フルーンについては400以上の生産者がおり、世界史上の3分の2以上を生産している。サクラメントバレーの気候は、南のサンホワキンバレーのそれに大変類似している。ただし湿度と、降水量は、サクラメントバレーの方が高い傾向がある。夏は乾燥する季節であり、日中の気温は下肢80度台後半から下肢90度台となるが、レディングや、レッドブラフの地域では、 下詞100度を超えることも普通である。サンフランシスコベエリアから流れ込むデルタ風が低温と高湿度をもたらしている。時にはデルタ風がバレーで風速30マイル時にもなり、常に清々しいデルタでも45マイル時の突風となる。この風が朝に低い雲をもたらすことがあるが、外して短時間に吹き払われ、気温は低く保たれる。 夏のような天候は9月初旬から中旬まで続くが、その後は次第に冷涼で雨が多く、霧の出る気候に移り始め、10月には秋の紅葉が始まる。雨の多い季節である冬は、外して温暖から冷涼で霧が多く、雨が降り、気温は下詞40度台半ばから下詞50度台前半となり、バレエの北側と丘陵部ではさらに寒くなる。 雨季は10月から4月であるが、9月や5月に雨が降ることもある。雨季のサクラメントバレーでは、雷雨や竜巻が起こりやすい。特に、コルサ群やコーニングとグレン群のオーランド周辺の地域で起こるが、竜巻の強度は、F0 から、回一程度である。洪水は、雨季の11月から3月に起こることがある。降雪は稀であるが、バレーの北端に近いレディングや、 レッドブラフでは1年に1度か2度に我が雪が降る。地湖では数年に1回みぞれが降るが5年ほど雪を見ないこともある。南側のサクラメントでは降雪が10年に1度あるかないかである。秋から冬にかけてセントラルバレー全体が深い地上霧に覆われ、安く、特によるとコーニングの南では車の運転が危険になる。この霧は 風が弱いと数週間も続くことがある。春は雨の季節から始まるが、次第に乾燥し暖かくなる。秋の初めは暖かい傾向にあるが次第に長い冷涼雨、霧の季節に移っていく。4月まで続く雪になる前は、最高気温が下肢70度台半ばから下肢80度台前半である。下は冬季に降りることがある。週間高速道路5号線が、 サクラメントバレーをその声援に沿って南北に抜ける幹線道路である。週刊高速道路80号線はバレーの南端を横切って北東から南西に通っている。その大半はサクラメント群とヨロ群を抜けている。カリフォルニア州道505号線と同113号線などいくつかの補助道路がこの2つの週刊高速道路をつないでいる。 サクラメント市の地域は都市型高規格道路の網になっている。その他の主要道路としては次のようなものがある。カリフォルニア州道99号線はバレーの東園に沿ってほぼ週間高速道路5号線に並行し、サクラメントから北端のレッドブラフまで続いている。カリフォルニア州道二十号線はバレーを東西に横切っており、メンドシーの群で州道一号線から聞かれてから、 ドナー峠までをつないでいる。カリフォルニア州道49号線はカリフォルニアゴールドラッシュの始まった年号にちなんで名付けられており、バレーの丘陵部を多くの昔の鉱山町を抜けて走っている。カリフォルニア州道45号線はサクラメント側に沿っており、週間高速道路5号線からおよそ10マイル東にある。ユニオンパシフィック鉄道がサクラメントバレーを通っており、 その幹線である南北の線は、オークランドからオレゴン州ポートランドをつなぎ、途中でサクラメント、メアリーズビル、チコ、およびレディングを経由している。これはアムトラックの旅客列車、コースとスターライトが走る経路でもある。ユニオンパシフィック鉄道は2つの東西方向の路線も持っており、一つはドナー峠を抜けて、 もう一つは、フェザー川強国を抜けて、東のネバダ州に向かう。アムトラックの列車、カリフォルニアゼファーは、ドナートーゲルートを使っている。BNSF 鉄道は、オレゴン州クラマスフォールズからの線を持っており、プラマス郡ケディで、ユニオンパシフィック鉄道のフェザー川強国線と接続している。BNSF 鉄道は、ユニオンパシフィック鉄道の東西方向にルートの、 使用権を所有している。さらにカリフォルニア農山鉄道がバレエの西側、デイビスから低浜まで元サザンパシフィック鉄道の線を運行している。カリフォルニア大学デイビス校、ウッドランド中心街。ありがとうございます。